グワンパー、はい、どうもこんにちは。ザワと申します。ノブラックス実況、続きやっていきましょう。ということで、まあ、冒頭の謎の言葉、グワンパーについてはね、天真爛漫実況の方を見ていただければなと思います。はい。ね、もうそこで全てがわかりますので。はい。まあ、あとね、イズソフトさんの実況では、ちょっとグワンパーを、冒頭に使っていこうかなと、対応していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ、やっていくんですが、今回はね、しずる、先輩とね、しずる先輩と、まあ一緒に帰るということでね、まあ、前回いろいろと作業しましたけどね、一緒に。はい。まあ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 、その流れで、帰るということで、まあどうなっていくのか、じゃあ続き見ていきましょう。20分後、私服に着替えたしずる先輩と学院の正面で待ち合わせた。では、車が来るまで少々お待ちくださいな。車が来るまで。なんか地味にダジャレだな。すみません、助かります。またまただ。さっきの不気味なテーマがかかってきた。これ誰なんだろうな。これ目立つよね、こんな、なんか流されたら。もしもし。はい。はい。しずるです。はい。なんかね、珍しくこう、かしこまっちゃってるんだけど、誰と話してんだろうね。いえ、一緒ですが、こんな時間になってしまったので、はい。送るようにとおじい様が。いえ、私と金本君とは何も。おう。はい、そうです。ちょっとおじい様のお手伝いがありまして。てかもう、そっか、シュリ君、元井匠君の情報も言ってんのか、今、一緒にいるっていう。はい。ですから、そのお話は先約があるから無理ということではなかったのですか？おっと、なんか不穏な、ちょっと空気になってきたかもしれないな、これ。いえ。私にはまだよくわかりませんから、おじい様を説得なんてとても。なんか嫌な予感すんな。違います。決して私はそのような。はい、金本君は以前に値切りの方法を教えていただいたことが。うん。はいはい、値切りの方法ちょっと待って。どういう関係なんでしょうかみたいな。俺の話だ。一体相手は誰だ。はぁ、はぁ、いや、こっちこそ。でも、これからですか。ですが、はい。はい。かしこまりました。なんかすごい、顔赤くなってるけど。何なんだろうな。なんかすごい疲れた感じだね。どうしたんですか？なんでもありませんわ。おう。ああ、来た。運転手さん、車を駅前に。駅前？シュリ君、家にお送りする前に、一箇所お付き合いくださいませ。なんだろう。ん？なんだろうな。唐突だよな。どこに行くんだ？駅前。はい、急ぎの用がありまして。何か手伝えることでも。そういうわけではないのです。そのいくつかオーダーしておいた品物を受け取るようにと連絡がありまして。ほう、さっきの電話ですね。どなたなんです？それは。ほう。シュリ君には関係ありませんわ。おっとこれ恋敵か、これは。いや、さすがにないよな。え？俺には関係のない相手か。でも向こうには俺の話をしているんだよな。どんな相手かはわからないが、あのしずる先輩を低姿勢にさせてるんだから、相当恐ろしい存在なのだろう。なんか権力がありそうな。ねえ、なんか、こう、重要な人物なんでしょうね。何よりあの着メロ。とりあえず暗黒司令とでも名付けておくことにしよう。そうだな。もう暗黒司令的な何かだな。暗黒司令の命を受けたしずる先輩は、お高そうなショップに足を向けた。オーダーした品物って洋服ですか？ええ、そのようなものですわ。そのようなものどういうこと？誤解しないでいただきたいのですが、シュリ君を連れてきたのは、お手伝いをしてほしいからではありませんの。おう。本当なら一人で取りに来たかったのですが、おじい様からシュリ君のお見送りを言いつかってましたので仕方なしに。そんなこと言われるとなんか、ちょっとだったら一人で帰るってなるけどな。政宗様、
お待たせをいたしました。あ、はい。そういうことですので、シュリ君。はい。少しの間だけ向こうで耳を塞いでもらえませんこと？唐突ですね。なんで？目じゃなくて耳ですか？ええ、お願いします。なるほど。なんだろう。一応耳を塞いでおくが、なんだか少し引っかかる。さっきの電話でも俺、過去シュリの名前が出ていたみたいだし。なんか値切りの話も出てましたね。あ、なんか値切り関連で何かあるのかな。どうしてですの。お、なんだなんだ、トラブル発生か。どうしてと申されましても、前回はこのサイズで。おう、ありえませんわ。もう一度測ってみてください。なるほど。あ、そういうね。あ、はい。 あのやっぱり70の A ですが。生々しいわ。てか聞こえちゃってんじゃないのこれ。大丈夫？今耳塞いでんでしょ今。たくみくんは70の A。 そんな大きな声で言わなくても。それでは先日と全く変わっていないじゃないですか。おお。そんなはずはありませんわ。だってあれほど毎日牛乳を飲んで腕立て伏せも。なるほど。まあいろいろあるんですね女の子には。とは申されましても、政宗様。そんなバカなことって。あれから3週間も経っているのですし、せめて88の F くらいには。でかくなりすぎやんそれ。3週間でそんなでかくなったら、みんなそんな、もうみんなもうビッグやで。もうビッグしてるでみんな。遺伝子操作でもしてんですか。してません。シュリ君には関係のないこと。もう完全に今聞いてましたね。耳を塞げと言っていたのに。本当ですよ。耳を塞げと言ってるのに、がっつり聞いてる、シュリ君、元井匠君。すみません。揉めてるのかと思って。驚いてこっちを向いたしずる先輩の手から、限りなくジュニアサイズに近いブラジャーが、はらりと落ちる。うわぁ、これも最悪だな。シュリ君。一撃だな、これは。気絶したか。さあどうなってしまうのか。これはまずいぞ。秘密を知ってしまった。ただでは返されなさそうだけど、普通に返されさあ着きましたわ。はい、とっととお帰りになられてはいかが。うわ厳しい。きちい。これもうあれだよ、今後かなりちょっと関係性バチバチになる感じだぞこれ。ありがとうございました。速やかに帰ります。はあ、なんたる失敗。もう、揉めてたらすぐ行く癖、どうにか直さねえかな。本当に。なあ、なんか、こう、やばそうだったら行くみたいなさ。いや、まあ、それ分かるけど、主人公属性のな、その属性的に分かるけどさ。なぜあそこでナチュラルに突っ込んでしまったのだ。バカすぎる。おかげで帰りの車内には、ろくな会話も生まれないまま、金本家に到着してしまった。もう最悪だよな、これ。それから、シュリ君？お。さっき聞いたことは絶対に口外しないように。もちろんです。何のことだか分かっているのですか。何のことだか分かってるんですかね。それは腕立てとか牛乳とか。それもですけど。それもね。それも大事だけどね。他にも何か。じー。知ってんだろーって。あ、70の A。やっぱり聞いていたじゃないですか。最悪だろうなこれ。最悪だろうな。そこはもう聞いてない体にしとけばよかったのにな。まあさすがに、まあ正直にな。だから嫌な予感がしていたのに、一緒に連れて行くだなんて。なるほど、そうか。そうか。ああ、またしても落ち込ませてしまった。しかしこんなことで政宗グループのご令嬢と喧嘩別れなど、影武者として絶対に許される話じゃない。70の A なんて全然気にすることじゃないです。いやそれフォローにならねえから大丈夫だぞおい。それ以上いくとマジでやばいぞ。
え？え？別にそんな変わっているとか全然思わないし、その平気っていうか、だからなんですの？フォローの仕方間違ってんじゃねえか。普通ノーマル&コンパクトっていうか、突き詰めれば体脂肪っていうか、動揺しているとはいえ自分の発言に意味がなさすぎる。マジでもう中身がないな。上っ面だけみたいな感じだな。それにほら、うちのブレーカーなんて 30A アンペアでしたし。いやそれ A が違うわそれ。シュリ君、もうダメだなこれ、逆効果だな、もう口を開かない方がいいな。すみません。ですからサイズの10センチや20センチなど大したことではないかと。余計なお世話です。そうでしょうね。そうでしょうね。俺もそう思いましたよ。全くもってその通りだ。何を俺はペラペラと。ぬ最悪だろうな。もういいですわ。金本グループに遠慮していた私が間違っていたということですね。まずい。これはちょっといろいろまずいぞ。この上は明日から私が思い切り厳しくマナーをしつけて差し上げますから、はい、覚悟なさってください。やばい、報復が来ちゃうよ。はい。これ嬉しいんだか何なんだかわかんねえな。それではごきげんよう。うわあ、もうご機嫌斜めですね。ご機嫌ようどころじゃないですね、もうね。おかえりなさい、藤島さん。最悪の感じですけども、ちょっとセナさんがね、出迎えてくれることでちょっと和らいだけど、いや、かなり厳しい一日だったな、これ。ただいま戻りました。お疲れのご様子ですね。はい。正宗様のレッスンは、やっぱり厳しかったのですか？きつかったですね、はい。いろいろとね、レッスン以外の部分でね、確かに厳しかったですが、他にもいろいろありまして。ちょ、やめとけ。やめ、火に油を注いでるからさ。やめとけ、もう、本当にもう。もうその話はもう、ね、やめといた方がいいぞ。GE じゃない。なんですか？いえ、何でもありません。あ、正宗家についての資料があったら出していただけますか？はい。では、千秋さんに伝えておきますね。きつそう、これ。ジーズ。藤島さん？まあな。ちょっとな。ちょっとまあ見比べてしまいますけどね。わあ、すみません。ちょっと考え事を。考え事を。70の A か。30アンペアとか言ってたけどな。数値だけ聞いてもイメージが湧かないが、少なくともグラビアで見るようなモデルさんとは桁が違うようだ。まあね。確かにね。まあそう言われるとな。しかし、真相のご令嬢が胸のサイズを気にする必要なんてないと思うんだが。まあね。まあでも、女の子だから、あるんじゃないですか、そういう悩みとか。改めて月山さんの胸と比べるとボリュームの差に頭がクラクラしそうだ。何言ってんだお前は。正宗、しずる先輩か。胸の話は厳禁。とりあえず俺の心のメモの1ページ目にそのことを書いておこう。1ページ目結構重要やんそれ。重要事項としてな。明日からもあのお嬢様とのレッスンは続きそうだからな。さて、ちょっと作法のおさらいでもしておくか。いやーもう前途多難だな、マジで。おお、なんだここ。あ、これあれか。正宗家。最悪だろうな、これ。煮えたぎってんだろうな、これ、しずるさん。うわぁ。なぜですの？納得できませんわ。今ちょっと幕入ってると思うんですけど。幕いるかな、これ。どうしようかな。難しいなぁ。幕、まあ、サムネで出すときは入れようかな。ちょっと、今ね、すごいことになってますね。どうしてあんな屈辱的なサイズの下着が、私の体にぴったり収まってしまうのかしら。屈辱的なサイズ。この3週間の努力は何だったというのかしら。いやーでもさ、本当大きくなりたいっていう人からしたら、辛いよな、こういうのな。いいわ。いいですわ。そっちがその気なら、私だって胸の大きさなどもう気にしてあげません。
誰と会話してるんだこれは。己か。今さら許しを請うても遅いですわ、うん、私の努力に応えられないあなたなんてもう相手にしてあげません己とのな戦いだ、だねこれはね。そうやってそこでひっそりしているのがお似合いなんですからね。はあ。これさ、これさ、そばつきの人が見たらどう思うんだろうねこれ。あー微笑ましやみたいな感じなのかな。待って、笑えなくなってきてない？虚しいですわ。ですよね。ですよね。見ててそう思います。俺もなんて言えばいいんでしょうね、こういうこういうの、こういう時さ、なんて言えばいいんでしょうね、そのなんていうのか、執事というか、そばつきというか、マジでかける言葉ねえよな。どうすりゃいいんだよ。なんて言えばいいんだよ。これなんて言えばいいんだよっていうね、状態ですね。どうしようかな。ちょっと早いんですけどね。まあ、ここら辺で終わりにしましょうか。まあ、ちょっと早めに、ちょっと短めなんですけれども、ここら辺でちょっと切っておきましょう。まあ、次回はちょっと長めに撮ろうかな。はい。まあ、切りどころがいいんでね。じゃあ、ここで終わりにしますが、いやー、まあ、ね、しずるさんもそうだしね。まあ、まやさんもね、そういうのあるかなと思ったんだけど、まあまあまあ、まやさんの方はね、そんなに、なかったというか、まやさんはまあでも普通に言うてある方というか、いや、まあ、なんていうのかな、華奢にしてはある方だからな。うん。まあ、やっぱこう、なんていうのかな、スラッとしてて、モデル体型なんだけど、まあ、モデル体型にしてはある方というかね、感じだったから。まあ、そうやって比べると、ねえ、しずるさんは、こう、ロリ体型で、しかも、まあまあまあ、胸もっていう感じになっちゃってるから、まあ、かなり、本人的にはきついのかもしんないね。うん、周りになんかすごい、ねえ、あかりさんとかさ、まあ、いたりするわけだからね。まあ、そういうのと見比べてしまうと、みたいなことにはなってしまうのかもしんないが、いや、ちょっと、なんて言えばいいのかわかんないね。これさ、これちょっとデリケートな問題すぎてさ、マジでさ、これ首突っ込めないよな。たくみくんのあのフォローもさ、もう最悪の形で終わってしまったしな。何か言ったらもう、ダメみたいな感じになっちゃいますからね。まあ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 。この後のしずるさんの、まあ、しごきがね、激しくなるんでしょうけども。はい、まあどうなってしまうのか。じゃあ、ぜひぜひ次回ね、続きはお楽しみにしていただければなと思います。ということで、以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それでは、以上です。グワンパー、バイバイ。